今回の福井散策、まずは福井県若狭町にある風神の滝に向かいました。風神の滝は33元山の登山道から見える滝です。登山口には広い駐車場が2箇所整備されています。ちなみに33元山の名前は京都の33元堂の胸木がこの山から切り出されたことに由来しているそうです。1、2分で獣除けのゲートがあります。中央ではなく左側が登山者用の扉です。ここから杉林の中を抜ける林道が続きます。平坦でスニーカーでも歩ける道です。やがて渓流沿いに出ました。小さな滝がいくつも連なる美しい眺めです。この渓流は33元山に源を持ち、三方湖まで下る飛鳥川の源流。清らかで豊かな水の流れは見ているだけで心が安らぎます。渓流沿いは広葉樹が多く、見上げると水の流れの上を緑の葉が覆っています。ここで対岸の斜面に小さな祠を見つけました。地元の方に伺ったところ、現在ご神体は他の場所に移されているそうですが、山の神様の祠だそうです。山と深くつながっていた人々の生活に思いを馳せることができました。さらに道は渓流沿いに続きます。前日に雨が降ったこともあり、植物が生き生きとしていました。入り口から15分ほどのところで道が二手に分かれています。ここで今までの渓流沿いの道ではなく、登山道の方を登っていきます。分岐から50メートルほどで滝が見えてきました。
落差6メートルほど、風神の滝です。山から吹き下ろす強風の被害を鎮めるため、33元山の山頂には風の神様が祀られています。滝の名前はそこから来ているのでしょう。落差はそれほどでもありませんが、近くに寄ると水しぶきが飛んできてとても涼しく感じられます。なるほど、登山を終えた人たちが一休みするには手付けの場所ですね。よく見ると上にも小さな滝が見えます。登山道を少し行ったところから滝の上に出ることができました。これが下から少しだけ見えていた上の段の滝です。大きな岩と岩の間から水が流れ落ちています。そしてこの流れが先ほどの滝につながります。真上からも見られる滝はなかなかないので、珍しい構図で撮影できました。風神の滝は誰でも気軽に行ける滝です。お散歩気分でぜひ出かけてみてください。次に小浜市の小乳川の上流にある不動の滝に向かいました。上根郡の集落を抜けて林道上根郡線を進んでいきます。しばらく行くと水源の森の看板があります。上根郡の森は平成7年8月に水源の森100選に選ばれました。森で育まれた水は小浜市に農業用水や生活用水として供給されているそうです。さらに林道を進んでいきます。道幅が狭くカーブが多いので運転は慎重に。そして道沿いに不動の滝の案内板を発見しました。この案内板の横から下に向かう階段があります。草が伸び階段が崩れているところもあるので、足場を確かめながら降りていきます。階段を降りたところには渓流が流れていました。
この渓流を渡ります。渡ったところに小さな祠が立っていました。遊歩道はこの祠の右手に続いています。1、2分で先ほどのとは違う渓流が現れました。空気が一層湿り気を帯び、濃密さを増していきます。数分で前方に滝が現れました。積み重なった枝を乗り越えてさらに近くまで行きます。不動の滝です。不動の滝は雨乞いの滝として上根掘の人たちにとって大切な場所とされてきたそうです。水源の森にある滝だけあって、毎分あたり2トンの流量があるそうです。水の流れに勢いがあり、ゴツゴツした岩肌を流れ落ちていく様子は見ていて飽きません。マイナスイオンたっぷりの空間、心身がほぐれていくのを感じます。さて、この不動の滝の上段を見るために道を引き返し、山の上の方に向かう道を進んでみました。こちらの遊歩道はかなり荒れていたので、気をつけながらゆっくりと登っていきます。数分で先ほどの滝の真上に出ました。そして遠くの木々の間に白い滝の流れが見えました。案内板には不動の滝は落差40メートルの5段の滝とあったので、奥に見える滝から先ほど下で見た滝までを不動の滝というようです。不動の滝はまさに秘境。鮮やかな木々の緑に囲まれ、勢いよく流れ落ちる水音だけが響き、神聖な空気に包まれていました。